ハーリン・エマニエル・ガルシアは、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のサンフランシスコジャイアンツ所属。少年時代はサッカーに熱中しており、野球は15歳の時から始めた。2010年8月にアマチュアフリーエージェントで、フロリダ・マーリンズと契約して、プロ入り。2011年に、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・マーリンズで、 プロデビュー。14試合に登板して5勝5敗1セーブ、防御率3.29、46奪三振を記録した。2012年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグマーリンズでプレーし、12試合に、登板して1勝3敗、防御率3.60、32奪三振を記録した。2013年は、A、A-9 バタビアマックドックスでプレーし、15試合に、 先発登板して2勝3敗、防御率3.10、74奪三振を記録した。2014年は A 級グリーンズボログラスホッパーズでプレイし、25試合に先発登板して10勝5敗、防御率4.38、111奪三振を記録した。2015年は A 級ジュピターハンマーヘッツと AA 級ジャクソンビルサンズでプレイし、 2球団合計で25試合に先発登板して4勝8敗、防御率3.57、104奪三振を記録した。また、7月には、オールスターフューチャーズゲームで、世界選抜に選出された。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を、防ぐために40人枠入りした。2016年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグマーリンズ、A 級ジュピター、 a 級ジャクソンビルでプレーし、3球団合計で17試合に登板して1勝3敗、防御率3.73、38奪三振を記録した。なお、5月15日にはメジャー初昇格を果たしたが、登板機会がないまま20日に a 級ジャクソンビルへ降格した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、メサソーラーソックスに所属した。2017年は、 A 級ジャクソンビルジャンボシュリンプで開幕を迎えた。4月14日にメジャー昇格すると同日のニューヨークメッツ戦でメジャーデビュー。左の中継ぎとして定着し、この年メジャーではチーム最多となる68試合に登板して1勝2敗、15ホールド防御率4.73、42奪三振を記録した。2018年開幕時はリリーフだったが、 メジャー初先発を務めた4月11日のメッツ戦で6回をムアンダム失点に抑える回答を披露した。この年は29試合に登板して3勝3敗、防御率4.91、40奪三振を記録した。2019年は53試合に登板して4勝2敗、防御率3.02、39奪三振を記録した。2020年2月3日に DF となった。 2020年2月10日にウェーバー工事を経てサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。この年は19試合に登板して2勝1敗、防御率0.49、14奪三振を記録した。フォーシーム主体の速球にスライダーとチェンジアップを組み合わせる。ありがとうございます。